片町スクランブルナイト、さあ今週末から3連休ということでイベント情報をね、はい、そうですね、たっぷりたっぷりお送りしてまいりましょう。はい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 、まずはですね、金沢中心商店街まちづくり協議会の販促委員長木村美千明さんです。あ、私三浦千秋というんですよ。富山人。あ、そうです。千秋つながりだって喜んでるんですよ。千秋つながりです。お願いします。そしてですね、金沢中心商店街まちづくり協議会の青年部長、はい、池田光輝さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。お二人にはね、金沢ファイブタウンズフェスタについてのお話をたっぷりたっぷりと伺うんですけれども、まあ、せっかくね、片町からお越しいただいているということで、はい、普段のお仕事ぶりなんちゅうところもね、ちょっと伺いたいなということでございまして、はいはい、木村さんの方が普段は4度 C というのをやってまして、はい、僕はもう年なんで土日限定 2、3時間接客してますね。土日限定 2、3時間のみ、はい、のみです。レアキャラですね。そしたらね、レアですよ。当たるとすごいですよ。私あの4度 C でいつも買ってもらってる。そうなんです。ありがとうございます。いや、こちらこそありがとうございます。急に話しづらくなります。いや、なんでなんでですか。メンズだから、ね、なるほど、まあ、あのアクセサリーといいましょうかね、宝石、貴金属、うん、4度 C、はい、もうすっかりおなじみだと思いますけれども、うん、そうですね、もう女子の、ね、女子なら絶対1人1個持ってますよ。必ず通ってるんですよ。っていうくらいのものですよ、本当に。まあ、最初に買うのが4度 C、うん、結婚式の時に、うん、まあ、エンゲージも含めて買うのが4度 C、うん、そうですね。で、うん、結婚10年目に買うのが4度 C、言い過ぎかな。言い過ぎじゃないと思います。いいっす、はい、じゃあ普段は何やってらっしゃるんですか。あ、僕ですか。僕は僕は片町じゃないですけど、立町と、うんうん、ワイルドモンキー、今はもう全部メンズしかないですけど、メンズの洋服やってます。うん、だってなんかおしゃれさんですもんね、はい、今日のファッションのこだわりのポイントは。今日はですか、うん、今日あんまりこだわったことないんですけど、あれ、まあ、うん、今日はちょっと恥ずかしいんで、うん、深めの帽子を、うん、はい、そうです、あまり目見られたくない。キャップをこれぐらいの感じが一番いいです。つばの大きさがかっこいいんですよ。うん、ちょっとこう、あの傾斜は普通よりも下目のやつをなるべく、チョイスしてて、あんまりこう、うん、あるじゃないですか、はいはい、人前でこう人にあんまり目見られたくない時とか。どんな時ですかそれ。いろんな、いろいろこう、あの、うん、プライベートであるんで今日ちょっとこう下ろすんですよ。で、あれと公式のバイクとちょっと上げたりとか。なるほど、はい、なるほどね。え、これはご自身のお店にも売ってらっしゃるんですか。そうです、はい、そうですか、はい、気合入ったら大体後ろをこう入れる。ああ大体僕の時これでパターン分かりますね、はいはい、今日はどんな感じなのかやばいね一応オフィシャルな感じでね、はい、こう上げてくれてますけれども、木村さんと池田さん二人にお話伺うのが、はい、いよいよもう今週末でございます。はい、土日ゲスト、はい、ファイブタウンズフェスタということで、うん、2013ですね、うん、まずどんなイベントなのかっていうところからですね、うん、ちょっとお伺いしたいなと思うんですけれども、まあ、今回ファイブタウンズフェスタっていうのはずっとあの10月1日から大体20日まで、はい、まあ、5町が全体でいろんなことをやるんですよ、うん、それを総称しまして、うん、ファイブタウンフェスタというふうに言っております、うん、はい、で、まあ、13、普段、広坂ではこう見えるかな、カフェのイベントとかやって、あの月見ころとかやってますし、うん、はい、あとは立町では何、なんだっけ、何じゃね、何でしたっけ、ギネスのね、なんか挑戦やるみたいで、立て待ちながら僕はよく分かってないですけど、ね、ギネスで、安田サーカスの団長がいらっしゃるんですよね。が来て、うん、が記録チャレンジするのかな、うん、なんとかハイタッチ、こう、1分間ハイタッチ、そう、1分間でハイタッチしたのが163人らしくて、はい、ね、最高記録が、それが武井壮でした、そうが持ってると、はい、でそれの更新を目指すっていうことですよね、はい、そうですね、うん、110の王から団長に記録が移り変わるかどうかという、はい、その瞬間ですね、はい、団長よりも僕がチャレンジした方が多分達成しやすい、はい、そこまで塗り替えちゃっていいんじゃないですかそこまで、まあ、それがあるのと、それが12日ですね、うん、13日は能登丼ですか、能登 の産直のイベント、うん、なんかその飲食イベントです。能登丼が5種類ぐらいあるんですか、うん、あの食べれると能登からなんかゆるキャラが来たりだとか、うん、そういうイベントが立町13日にあるのかな、うん、で
20日ワイン金沢、まあ、持ち込みイベントなんですけど、うん、結構クオリティの高いワインのイベントやってますんで、うん、まあ、結構いろんな客層がこれ立町に関してはスポット当たってるのかなと思います。まあ、あの12日から氷んぼスイーツというのがございますので、うんうん、これは中央公園のところと、まあ、アトリウム前という、うん、はい、あとはどうでしょう、柿の木ではあの20日の日に金沢カレー博っていうのをやりますので、まあ、そういうのを総称しましてファイブタウンフェスタ、そうですね、ということですね。そうそう、ファイブタウンズ、ね、5つの町ですね。そうですね、今ずっとねご紹介いただいておりましたけれども、広坂、立町、高林坊、柿の木畑、そして片町です。そうですね、はい、で片町最後に取っておいていただいております。片町今週末、はい、いよいよでございます。まあ、13日ホコ店でまあ、ファイブタウンダンスフェスタというのも15回目になるんで、これをやってまして、一番最初はまあ、いわゆるブレイクダンスとかそういうのは何だという感じもあったんですが、はい、まあ、ほぼ定着したかなとい う, あとホコ店は4回目になると思います。これは国道止めますんで大変でして、これ結構各所に大変なんじゃないですか、そこにですね西の芸者さんのおねりというのを挟みまして、はい、こちらですか、こちら、そうなんですよ、こちらこちら、これがまたまたクオリティ高いんで、まあ、この辺実は来年の3月全部壊してしまうんです、はい、いわゆるラブロを中心とした片町再開発というのがございますんで、まあ、それの祈願祭、まあ、うまくいくようにというのをラブロでやりまして、うん、でその後芸さんにメインステージを踊っていただきまして、ほんでおねりをすると、はい、でその時にはしごのなんて言いますか、のぼりとかかがとびのかがとびのそれをやってもらうというのもついてます、はい、これはまあ片町の、まあ、イベントなんですけれども、うん、まあ、またちょっとダンスとは違った雰囲気で、ダンスはこれ大人と子供と両方ございますんで、うんうん、まあ、そういうのが真ん中に来まして、うんうん、さらに今回武蔵地区と連携を氷林坊ファイブタウンがやってまして、うん、で武蔵でやってサンバがと、まあ、なぜかしらポンと来るという、うん、そういうなんかちょっと、まあ、イベントとしてはちょっと、うん、整合性がないんですけども、まあ、楽しめるかなという、うん、あとは池田さんにお願いしまして屋台村というのをやっておりますので、うん、そこでぜひ楽しんでいただきたいと、うん、あと彼のところは屋台村のところにまたサブステージがございますので、うん、そこでもいろんなイベントをやっていると、うんうん、ちょっと屋台村サブステージ関連のお話をね、たっぷりと伺っていこうと思いますけど、そうですね、屋台村は何があるんですか。まあ、これに関しては、うん、まあまあ、ファイブタウンフェスタは今木村さんが言うようにダンスだなんだとこう今まであって、はい、歩行者天国って、氷林坊から片町の、うん、スクランブルまで止めますよね、はい、で割ともっと大きなファッションショーをしたりダンスしたりとかっつって、モデルさん呼んだりとかして、うん、前は割とラブロ前一点に集中してたんですね、うん、やっぱり歩行者天国にするということで、まあ、広域その通り全体を生かすっていうことを考え、2年前ですか、2年前に、まあまあ、予算ない中でお金ない中でやれることって何だろうっていうことと、我々もそのイベントをこうやってただこうどうだって見てるんじゃなくて、まあまあ、せっかくねファイブタウンって5つの町の人間がこう一緒に何かをやるっていうのは年に1回か2回ぐらいしかないですから、その時に、まあ、皆さん全員いろんな町の人間が参加して、一緒に汗かけて、まあ、自分たちのイベントなんだっていうことを認識してもらうために何ができるかって話をしてた時に、まあ、そこの、ね、長い、うん、ちょうどマックから木村さんの4度市前まで長い区間を埋めるには何がいいっていう、お金ない中でやるっていうことになると、まあ、屋台だとか、まあ、その飲食なんだろうなっていうことで、始めたのが2年前ですかね。でそれが、まあ、だんだんこう、今今年今年から青年部っていうのが初めてファイブタウンできて、僕が、まあ、たまたまその青年部長っていうことになったっていうことで、まあ、今後世代交代っていうこともありますし、若い人たちもいろいろ取り組んでいただかなきゃいけないっていうこともあるので、まあ、そのマックからその4と C までを青年部が全部構成するというところで、今回の同じ屋台村でも今回の飲食店の、ラインナップは青年部の人間が、まあ、汗かいて、その青年部の人間の人脈で、飲食店を集めたと、は
気になりますね、うん、24ブースで店舗数と20店舗か19店舗ぐらいですかね。で我々も店集めるだけじゃなくて、青年部じゃないわ、ファイブタウンズ屋台村、うん、屋台っていうブースも作って、我々は焼きそばと焼き鳥とあとビールですかね、をやるんですけど、うん、まあそこのラインナップも結構ね、例年よりもおなんていうかな、メニューが豊富なので、まあ、ぜひあの来ていただきたい、まあ、結構皆さん聞いたことあるお店もあるし、町のコアな店もありますし、そういう意味ではちょっと他のいわゆる通常の夜の祭りのとかにある飲食とまたちょっと違うような屋台なんですね。ちらっとこうご紹介をいただくとすると、はいはい、具体的に何かこう、そうですね、例えば、木村町の、スペイン料理のアロスだとか、そうですね、まあ、我々は言ったし、あとは何だろう、ちょっと外れるんですけど、ちょっと一本中入ったところに串カツのズーさんっていう串カツ屋さんがあったりとか、はい、あとは、まあ、結構皆さん知ってるので言うと、まあ、ゴーゴーカレーさんがあったりとか、あとはカンパーニュさんが出てきたりとか、あと何だろう、世界で2番目に美味しい、メロンパンアイスとかありますね。まあ、結構ね、はいはい、バラエティに富んでるので、あの面白いかなと思いますね。なんか違った表情の片町が見られそうじゃないですか、はい、いつもとは違う感じの。はい、あとね、言っとかへん、あの赤ビルの方は今度働く車ってコーナーがありまして、地震体験車とか、まあ、はしご車とか、そういうのは体験できるというコーナーになってます。体験ですか？体験です、体験です。これ順番待ちになるんですよ、結構お子様連れっていうか、家族連れには結構好評。そうですね、今回あの何だろう、日本で一番、世界で一番、日本で一番長い長いはしご車とかいうのが来るんですか？石川県になんか配属になったとか、そうですね、それが来る、へえ、来る予定ですか？来るんですか？来るに来ますよね。なるほどなるほど。ちょっと前の新聞で見たのに、そういえばなんかやってましたね。ね、なるほど。そう、あとそう、あのサブステージ、そうそう、屋台村のサブステージ、サブステージはそれも今回からちょっと青年部の方で、まあ、プロデュースっていうか、はい、あのやりました、まあ、去年同様のものも一部あるんですけども、うん、あのまず1時から、なんだろうな、キッズパフォーマンスっていうんですかね、キッズステージっていうか、うん、まあ、そのダンスのキッズとまた違って、よく通常、まあ、中心街でいろいろキッズのイベントをやってるんですけど、それの、まあ、スペシャル版みたいな感じで、あ、結構クオリティの高い、芸事っていうか、うん、まあ、そういう子どもさんの、パフォーマンスが、あって、結構クオリティが高いと聞いてますし、あと3時から、パシフィックマーケティングアソシエーションっていうところが、まあ、そういういろんなパフォーマンスを紹介してくれて、まあ、ちょっと僕たちの、知り合いなんですけども、そこが、構成してくれたのは、カポエイラ、カポエイラって言うんですか、カポエラとか、あ、やったことあります。タヒチアンダンス、うん、あとはジャグリング、水晶玉のパフォーマンスっていうものを、3つ構成してくれるのが3時から4時まで、なんか思わず体動かしたくなるようなものばっかりですよね。で、ね、はい、で彼らは結構割と中央公園だとか、うん、市の議員館だとか街中で結構いろんなイベントをしてて、日頃からもう街を盛り上げようとしてくれてるので、できればそういう人たちに、うんうんうん、こうサブステージの場所はそういう人たちの、はい、まあ、通常街にコミットしてくれる人たちの、うん、その表現できる場所であるべきだと思ったので、うん、まあ、そういうものを3時から4時までまず入れてます、うんうん、で4時から、6時までは、うん、結構ね、あの津軽金沢とかの応援ソング作ってたりとか、うん、まあ、街中で、立町中心に、まあ、うん、高林坊109とかでこう、あの日頃なんていうかな、こう表現してくれてるバンドがいるんですけど、シアトルスタンダードカフェ、うん、で彼らとも僕ら親交あって、うん、今回は彼らだけを演奏させるっていうのは今まで散々やってきてるんで、うん、そうじゃなくて彼らに、まあ、その2時間はプロデュースしてもらうと。で、まあ、彼らがその、ね、あの地元に中ですごくあのクオリティの高いと思うバンドっていうものを集めてもらって、
で日頃彼らも街中にコミットしてくれてる人たちですから、まあ、未来に向かって、まあ、彼らがプロデュースするなんかイベントは音楽イベントは最終的に街中でいつかできればいいなと思ってはいるんで、まあ、それの足がかりとして、まあ、2時間、シアスタプレゼンツって形で、もう2時間彼らにも預けました。だからなるほど、はい、どういうふうにゲリラ的にやろうが、構わないので、もうその辺は彼らもストリートで結構やってきてるから、まあ、その辺をちょっと楽しみにしてしていただければなと思ってます。実際どんなことやるかっていうのを実はまだ聞いてなかったりとか、なんか言おうとしましたけど僕し、うん、聞かなくていいっていうあのじゃあ当日の方がお楽しみっていうことなんですよね。そうなんだ。シアスタは前回前々回のね、そう、はい、来てくれたんですよね。スクランブルライフが来てくれて、ね、うん、ね、12月に向けてっていうところをお話ししてくれましたけれども、うん、シアスタプレゼンツの2時間が、はい、あるわけですね。これが、16時から18時まで。そうですね、まあ、金沢を現いや僕らこだわったのは昼から1時から1あのずっとこう6時までこだわったのは、まあ、子供、まあ、ジャグリングとかそういうパフォーマンスバンドってありますけど、金沢を元気にしようとしたり、金沢にこう今まで街にコミットしてきてくれてる人たちを表現できる場にしたいなということで、そういう思いで集めました、はい、なるほど。見どころ盛りだくさんだし、いろいろなところでね、いろいろこう補給しながら、そうです ね、ま、マラソン、いやマラソン違う、じゃマラソンは違います。ほこてんの写真が、うん、あるんですか、あるということで、ちょっとご覧をいただきましょうか、うん、これいつの写真なんですか。これは、うん、去年か、去年かね。これ働く車というか、そうですね、消防の車大集合のシーンですね。すごい、片町に車通ってなくって、本当になるんですね、こんな風に。ここでこういう風景なかなか珍しいですね。珍しい、そうですね、まあ、何百年国道ですからね、大変なんですよ、うん、あ、これはこれはキッズダンスですね。これはダンスコンテストの方のキッズですね。うまいんですよ。これは屋台村ですかね。去年は結構天気良かったみたいですね。今年も良さそうなんで、うん、今年も良さそうなんで、ね、さっきのは広坂方面から、うん、あの109のところをこう見てる感じの写真でしたかね。わー、結構にぎわってますね、はい、すごいにぎわってる、ね、うわー、24ブース、ね、いろんな美味しいものもやってくるということでございまして、あ、これもまたダンスですか。ダンスですね。もうまあ定着してるんで、うん、はい、あ、国交省の働く車ローカリー除雪車、こういうの子供とか喜びそうですよね、すごく。そうですよね、うん、高いとこ登れたりするのもいいですよね。嬉しいですもんね。除雪中、あ、ほら、これ順番バスですね、はしご車体験、これ登りたいな、私も。え、これって大人でも大丈夫なんですかね。大丈夫でしょ、うん、重量制限ないですよね。はい、そしてまあこれもね、ダンスパフォーマンスという形、まあ、切り口がね結構いろいろあるんで、うん、まああのね、このお子さんでもそうですし、うん、まあ、ビール飲みに来るでもいいですし、うん、今みたいに家族連れが楽しめたりもできるし、まあ、片町の方店だけじゃなくて、先ほど紹介したように結構いろんなスイーツだとかね、うん、結構いろんな人たちもね、スイーツやってますからね、うん、あの回ってもらうのもよしだし、うん、で木村さん言い忘れてますけど、スタンプラリーってあるんです。そうそう、それをさっきからじゃあこれですね、はい、そう、うん、これあのあれです、武蔵と連携ですね、はい、でこれが、両方の、ゾーンで、イベント会場結構あるんで、まあ、そのイベント会場、なるべくイベント会場にスタンプを置く、スタンプラリーのスタンプ台を置いて、ただスタンプで集めるよりもその場その場でやっぱ楽しめた方がいいと思うんで、なるべくイベントのある場所にあのスタンプ台を置いたんで、それを両方で2カ所ずつでしたっけ、2カ所です、2カ所ずつ、4カ所ですね、まあ、スタンプを押してもらって、M 坂大和さんに持っていくと、まあまあ、抽選ですね、抽選で商品券、その他百貨店商品券、建町商品券、片町商品券、はいはいはい、あとはそれぞれいろんなお店からの、うん、あの、うん、プレゼントですね、まあ、それが、後日発送という形になるんですけど、うん、まあ、それだけだと僕らも思ったんですけど、これ青年部でいろいろ議論したんですけど、はい、そんだけで果たしてバスに乗ってお金使って回るのかっていう議論があったんで、うん、
せめて、まあ、そのバス代いくらですか、100円とか200円払って回るとするならば、それの表、まあ、お返しっていうか、当日もやっぱ楽しめた方がいいよねっていうことで、先着200名に、はい、いわゆる今さっき屋台畑町で言った屋台村だとか、うんうん、他のスイーツだとか、はい、あと武蔵も三階祭りってなんか飲食やってますんで、うん、そこで当日、まあ、まあささやかですけど500円の飲食チケットを出して、うん、当日も、まあ、せっかくスタンプ取って回って、はい、後日の楽しみもいいんだけど、うんうん、当日もせめてなんか焼きそば食って帰りたいとかっていう、うんうん、まあ、それぐらいの程度なんですけど、まあおもてなしっていう形で、やってますね。まあ、一応ダブルチャンスなんですよ。そうですね。うん、はい、200名、はい、先着200名、武蔵でもこっちの両方使えますね。そうなんですか。別に片町ほこ天会場じゃなくても、はい、さっき言った高林坊スイーツでスイーツにも変えられますし、立町の能登丼とかに変えてもいいですしっていうもんですよ。なんでもね、武蔵エリア、そしてファイブタウンズエリア、はい、どっちに出かけていただいても、うん、美味しいことがいっぱいあるっていうことで ね、うん、ぜひお出かけいただきたいなと思います、はい、でどうでしょう、やっぱりね、こうやってこれだけディープに町と関わっているお二人ですから、町へのこだわりとかね、思いみたいなものもあると思うんで、それ最後伺って今日はね、こう締めたいと思います。いや、僕ですか、はい、木村さんビール飲んでますから待ってる間にね。いや、やっぱりまずファイブタウンというのは5町が結束したというのがいいんでして、うん、それぞれ単体 の商店街ではできないことができると、うんうん、あとは今回は武蔵とも連携してますし、まあ、金沢全体というものを何べんも言うにブランディング化していくというか、うん、で町といったらやっぱこの中心街なんで、うん、やっぱり北陸の中で町といったら金沢というところで楽しんでいただきたいという気がいたしますね、うん、まあ、それをやり続けるしかないんで、なかなか地方都市というのは疲弊してますので、まあ、そういった意味では金沢はまだマシな方なんで、うん、まあ、新幹線も来ますし、さらにここら辺、うん、ラブロ再開発というのもございますので、まあ、そういうのを起爆にしてやっぱりこの辺を保っていきたいといいますか、なかなかいい都市だと思いますので、うん、まあ、ぜひ町に来ていただきたいということです。もう一回質問聞いていいですか。町へのこだわり、町への思いですね。そうですね、まあ、やっぱりその今木村さん大体言われた通りなんですけど、まあ、まあ新幹線、うん、ありますけど、まあ、新幹線が来るからどうだっていう前に、まあ、こともそういうことも大事なんですけど、まあまあ、我々も含めその金沢地元の人たちですね、地元の人たちがやっぱり愛せる町だったり、まあ、僕ら商業者がのための町だけではないと思うんで、来街者もしくはお客さんが、まあ、のための町になるように、まあ、努めて、まあ、それが結果的に個性になって、新幹線っていうものにつながればなとは思いますし、あまりこう新幹線だからどうかっていうことではなくて、まあ、こうイベントも通じて、できるだけ、まあ、さっきのサブステージのことも言いましたけど、地元の人たちが表現できる、地元の人たちが楽しめるっていうことをやっぱりコンセプトに今後していければなと思います。はい、ぜひ、ね、この週末もお出かけいただきたいと思います。はい、はい、ということでこの時間はですね、金沢中心商店街まちづくり協議会の販促委員長木村道明さん、そして、青年部長池田浩樹さん、お二方お迎えしてお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。